激しく書かれてない部分が見えてこないんだよ、芝居から。もう台本のまんまって感じ。そうですね。どう、結婚生活大変でしょう。え、役者もさ、子供が欲しい僕たち不妊治療をした方がいいんでしょうか。はい、できるだけ早く。病院も大事だけど、カナの場合はね、自分でこう妊娠しやすい体に変えないとダメだよ。あ、暑い、暑くなってきたよ。お父さんが ALS って病気になったかもしれないって。 ALS っていう病気知ってます？あ、はい、よく知ってますよ。難病指定ですよ。あ、まあ、治療法がないし、ドラマ的ですよね。次の作品ですか？え、あ、ごめん。ケミガワ診療所の先生が来てくれる。よくやることにか。私が失敗しちゃったんだからいいのよ。これからは少し出してもらえないかな。私は無理だよ車買っちゃったか。1万円でも2万。来年マンション買うから無理です。やっぱりカナはお父さんに似てる。え、それどういう意味？似てないよ。長いこと売れないと根性ねじ曲がる人多いっていうからさ